であり。大逆転裁判、大逆転ラジオ。大逆転裁判、大逆転ラジオ、ラジオ第二法廷へようこそ。アイリス・ワトソン役の久野美咲です。はい、そして大逆転裁判なるほど龍之介の冒険プロデューサーの小島慎太郎です。よろしくお願いします。お願いします。こういうまったりのラジオも嫌いじゃない。あ、本当ですか。いいですよ。よろしくお願いします。お願いします。ではまずは、はい、番組の説明をお願いします。はい、7月9日木曜日にカプコンさんから発売予定の任天堂 3DS 用大法廷バトル大逆転裁判なるほど龍之介の冒険の魅力を思いっきり伝えていく番組です。です。はい。いやいやいや、はい、ありがとうございます。はい、ね、今回2回目ということで、はい、ね、前回はあの主人公のなるほど龍之介を演じていただいた、はい、まあ、下野紘さんがゲストということで、はい、いろいろ話しましたね。はい、いっぱい、はい、話しましたね。話しましたね。はい、あの今回も豪華なゲストさんが登場してくださいますので、お楽しみに、はい、ということでいきますよ。お願いします。はい、というわけで大逆転裁判大逆転ラジオ改訂に異議なし。この番組はカプコンの提供でお送りします。大逆転ラジオ。改めまして、大逆転裁判アイリス・ワトソンを演じている久野美咲です。はい、そしてプロデューサーの小島慎太郎でございます。はい、はい、そして今回のスペシャルゲストさんはこちらの方です。推理は論理の芸術、当たるか外れるかそんなの関係ないさ。はい、世紀の大探偵シャーロック・ホームズ役の川田真嗣です。イエーイ。あー、どうもどうも、よろしくお願いします。お邪魔します。どうも、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのゲストさんがいらっしゃったので、はい、大逆転裁判に登場するシャーロック・ホームズについてお話を伺いたいと思います。はいはい、うん、その他にもですね、うん、魅力的なキャラクターがいっぱいなので、うん、今回はそんな登場人物について小島さんからもいろいろと教えてください。はいはい、お任せください。まずはですね、川田さんが演じてくださっている、はい、まあ、ホームズについてなんですが、はい、まあ、ぜひ川田さんから、まあ、紹介をお願いいたします。うん、紹介ですね。じゃあまずは、はい、今回ねこのゲームで設定されているシャーロック・ホームズのちょっとこうキャラクターの紹介文みたいなのちょっと読ませていただきますね。はい、はい、いいですね。シャーロック・ホームズ、世界で最も有名な大探偵。そのあまりに鋭い観察力と推理力は真相どころか時に真実の向こう側まで行ってしまう、もはや論理の大暴れ。大探偵と弁護士の卵の奇跡の出会いがロンドンの法廷に大逆転をもたらすということですね。完璧にまとめていただきました。ありがとうございます。書いてあったのが、ね、すいません。言っちゃうのね。そうなんですよね。はい、まあ、今回の大逆転裁判にかの有名な名探偵のシャーロック・ホームズが、まあ、ご降臨していただいたというところで、ね、物語、ゲーム上に出てくる物語じゃなくて実際に登場してっていう、はい、ところでですね、はい、ね、いろいろとなんかホームズについて、まあ、皆さん思うところあると思うんですけれども、うんうん、まあ、この大逆転裁判のシャーロック・ホームズといえば、まあ、キレッキレで天才なのは変わらないんですけれども、うん、ね、一般の人は気づかないところにも気づくすごい、ね、洞察力も観察力ありますが、はい、うんうん、そのね真実の向こう側に行っちゃうっていう、ね、発言をするという、かっこいいようなかっこよくないようななんかちょっともう怪しいですね、すでにね。そうですね。ね、そんなキャラクターなんですよね。はい、もしよろしければですね、はい、決め台詞なんかをお聞きできればなと思うんですけど、はい、ホームズのね、はい、セリフってことですね。はい、
じゃあちょっといくつか言ってみたいと思いますね、うん、お願いします、はい、推理を始めようミスターなるほど。それでは謎解きを始めるとしようか。僕は大英帝国が誇る世界の名探偵だ。なんつう感じですかね。なんつって本物だね。あれですね、こうよくね友達と遊んでる時とか、はいはい、まあ、知り合いなんかにね、あのキャラクターやってとかこのキャラクターやってって言われますけど、はい、正直やっぱ恥ずかしいですね。いつまでもシナリオがあって台本上ね、はいはい、ストーリーがあって喋る時は全然恥ずかしくないんですけど、はい、こう抜き出してね突然ね、はい、やってよやってよっていうのってやっぱりねいつまでも慣れないですね。緊張します。はい。そうなんですね。かっこいいですよ。ね、書いてあるのそれ台本。いや書いてないです。赤ペンで書いてない。書いてないです。はい、あの、はい、シャーロック・ホームズって言えば、まあ、はい、誰もが知ってる名前じゃないですか。ね、超ビッグネームですね、うん。実際にその役名の役を自分が演じるってなった時って、うんうん、どう思われましたか。そうですね。はい、これまあ、オーディション、ね、はいはい、受けさせていただいて、はい、で参考資料として、はい、オーディション用のセリフと、キャラデザインなんかもらって設定資料なんかいただいて、うん、それで自分で思うように、まあ、ある程度、うん、こんな感じかななんていうのをやらせていただいた上で、じゃあということで演じさせていただくことが決まったんですけども、はい、まあ本当、まあ、ここで一発大逆転が起きてるわけですよ自分の中ではまさか俺なんてっていうところもあってやったんですが、はい、やらせていただくことになって、うん、で当然ね僕なんかの世代っていうかシャーロック・ホームズ子供の頃からやっぱり、うんうん、図書館にもあるし、はい、ね、もう何冊か読んじゃうし、うん、あとはなんか結構テレビシリーズでもいろんなありますよ ね、うん、宮崎さんのでしたっけ、うん、なんかあったりとかアニメもありましたね、アニメもあって、はい、シャーロック・ホームズなんか結構有名なキャラなんで、うん、と思ってたんですけども、今回その設定がやっぱりちょっと変わった先ほどもね触れてましたけど、はい、ロニーの大暴れが起きるという、ね、とこですよね。まあ、やっぱり逆転裁判シリーズならではというか、うん、まあ、大逆転裁判のシャーロック・ホームズっていうのが、まあ、匠ディレクターが思いが、はい、描いた、うん、まあ、キャラクターでですね、はい、匠ディレクターももともと今回大逆転裁判にシャーロック・ホームズ出そうというのも、うん、もう本当にシャーロック・ホームズシリーズ大好きで、いずれ出してみたいっていうものがあるんで、はい、あれもだいぶリスペクトして今回ご降臨していただいているという、はありがたい話だ。なので収録とかもまあこだわり、そうですね正直な話ね、ここでぶっちゃけトークと言いますかあれなんですけど、収録にはすごく時間をかけていただいたというか、かかってしまったというべきなのか何なのか分かんないですけども、僕がやるセリフの言い回しを今度またディレクターさん通してああしてみよう、うん、こうしてみようっていう、なんていうんですかね、一個の台本の一個の設定なんですけども、うん、それをセリフをこう込めていくときに、はい、いろいろやり直しとか繰り返しこう工夫を重ねて、うん、一緒になんか共同作業みたいな感じでこうやってやってみて、じゃあもうちょっとこうやってやってみてなっていう作業がすごくありましたね、うん、非常に疲れました想像つきます、はい、でも楽しかったんでその作り上げていく過程が、はい、こんなに面白いんだっていうのを感じた、うん、作品でもあるんですごく思い入れが、はいはい、強まってますますます。他にもいろんなキャラクターが出てきますけれども、うん、そうですよ、やっぱりね、はい、ホームズって言えばね、はい、相棒と言いますか、そうですね、アイリス・ワトソンちゃんじゃないですかね、はい、久野さん演じていただいたアイリス・ワトソンなんでございますけれども、はいはい、今回ですね、はい、アイリス・ワトソンって、当然ながら久野さんなんで女の子、可愛らしい女の子なんですけど、うん、普通シャーロック・ホームズの物語で言えば、はい、ですよね、だいたいドクター・ワトソンちょっとなんかヒゲ生えてたりするわけですよね、そうです、ね、男性のイメージですよね、はい、なんですけども今回は大逆転裁判の世界では、実際ワトソンっていうのはこの女の子だったんじゃないかという、で、すごい切り口ですよね。そうなんですね。そこも、最近いろいろな、昔からドラマとか映画とかで、基本的にやっぱりおじさんのワトソン多いんですけど、中にはそのアレンジで、はい、女性のワトソンっていうのも出てたりもしてて、はいはい、でそういう中で、匠さんの中での、今回の大逆転裁判のシャーロック・ホームズっていうのは、こういうのも面白いんじゃないかなっていうところで、今回、で、物語を書いてたりとか。私の物語読んでくれてんだねって言うじゃないですか。そうで、天才文学少女で医学博士っていう、すごい性能のいい。ですよね。そうですね。じゃあ、アイリスと、その、
ホームズくんの関わりなんかも、うん、やっぱりなんかオリジナルな展開があったりするんですかね。そうそうそう、もうその二人の関係性とかも、はい、もういい感じで、あ、あまり多くは語れないわけですね、ここでは。そうですね。あ、聞きてえな。じゃあ、ホームズくんとアイリス以外にも、ご紹介していただけたらなって思うんですけれども。うん、はい。そしたらですね、はい、まあ、当然主人公がいれば、はい、まあ、ヒロインもいるわけでですね、はい、まあ、今回のヒロインというのが、ミコトバスサト。画数が非常に多いんですね。早く言葉的ですね。そうなんですよ。言葉スサト。これ下野さんもおっしゃってましたけど、はい、スサトさんもそうなっちゃうの。いかに難しいか。私も神になりました。スサトさんっていうね、この作業殺しの作業スサトさん、スサトさんっていうね、はい、とこなんですけども、はい、まあ、とある事情にてですね、うん、はい、まあ龍之介が弁護士を目指すことになるんですけれども、はい、まあ、その、まあ、龍之介をいろいろとまだ弁護士になってなろうとしてたりとか、まあ、なる過程でいろいろ知識がないので、うんうん、そういうところ法務助士という立ち位置でですね、はい、いろんな、これ実際にある立場というか、はい、こう方なんですか、法務助士というのは。まあ、これはまあ大逆転ならではというか、そうなんですね、はい、いうとこ立ち位置で、はい、そのまあ、弁護士のサポートというところでいろんな調べ物をして、まあ、龍之介をサポートしてくれる、まあ、大和なでしこですね。ここは噛む必要なかったです、ね、そこは言えてよかった、言えてよかったですね。なんですけどね、はい、で、ね、声の方が花澤香菜さんというところで、素敵ですね。ね、まあ、まあ、大和なでしこって言いましたけれども、はい、その逆転裁判シリーズのヒロインらしく、その本当におしとやかだけじゃない、うん、まあ、元気なところもあったりとか、うん、まあ、そういうところもね、実際にゲーム触ってもらって確かめてもらえればという感じの、はい、はい、で、海外の探偵小説とかを取り寄せて読んでる子なんで、なのでホームズのことを知ってたりとか、はい、なるほど、っていうのも詳しい女の子ですね、はい、はい、そして、龍之介の親友ですね、はい、はい、麻生木一馬、またすごいかっこいい名前だな、そうな、また漢字だ漢字がいっぱいで大変なんですけれどもね、はい、龍之介の、同級生であって学生なんですけれども、はい、もうすでに弁護士という、はい、いうところで、もうすでに、はい、非常に優秀な、学生である親友なんですけれども、うん、まあ、まあ、彼が、まあ、序盤の龍之介、まあ、とある事件で、まあ、弁護士になる道をこう進むことになるんですけども、そこを導いてくれる、まあ、赤い鉢巻きを巻いたイケメンさんですね。あ、ちょっと言うんですけど、はいはいね、はい、イケメンですね。そうなんです、があるんですけど、はい、でも彼は鉢巻き巻いてるんですけれども、はい、何もなくても建物の中でも風が吹いてなくても鉢巻きがたなびくというね、自動的に風が吹いてるです、ね、タイプの人ですね。そうですね、ひらひらっていますよね、メラメラの感じで、スターオーラが出ちゃってますね、出てますね、爽やかな風が吹くという彼が行くところっていう、はい、はい、で、まあ、声の方が、中村雄一さんと、あ、なるほど、誰ですね、ピシリとなんかサポートしてくれる、まあ、親友ですね、時には厳しく時には優しくみたいな、いいやつですね、はい、そして、まあ、弁護士がいれば当然ながら検事がいるわけでですね、はい、大逆転裁判の、まあ、ライバル検事っていうのがバロック・バンジークスと、バロック・バンジークス、はい、カタカナだ、ついに来ましたね漢字かカタカナかそんなにいちいち拾わなくてもいいんじゃないのすいません、はい、チェックしておかないとね、はい、はい、バロック・バンジークスはですね、はい、まあ、かつて死神の異名を取った、はい、大英帝国の、まあ、あれですね、検事さんなんですけれども、うん、非常に腕のいい、うん、まあ、非常にこう裁判で勝っていくと、まあ、検事としての、まあ、勝利を勝ち取っていく、うんうんうん、まあ、伝説の検事なんですけれども、はい、まあ、彼が立つ法廷では、かつて助かった被告人は一人も存在しないという、はい、みんな、こんな人出しちゃって大丈夫っていう怖いな、怖いな、そうなんですよ、だから死神の異名を持つというね、でそのこれが、まあ、津田健次郎さんというね、また、はあ、またこの、そうなんです、はあ、このちょっとマントを羽織った、はい、いかにもやり手というか、そうですね、なんか今回の時代設定が、まあ、19世紀のロンドンって、はいはい、まあ、霧の都って呼ばれてたんですけど、うん、当時ってその
まあ、霧って言っても実際に霧だけじゃなくて、はい、まあ、工業の煙だったりとか、はい、そういうのもいろんなことがあったり、すごい時代が揺れ動いてる、動き始めた激動の時代で、うん、その犯罪だったりとか、はい、まあ、暗い事件とかも結構あった頃なんですね、うん、新しい文化もたくさん生まれましたけど、うん、はい、その雰囲気、ちょっとこうダークな部分っていうところの雰囲気ですよね、はい、そういうところもちょっとバロックバンティークスちょっとまとってるというか、まあ、なんか吸血鬼的なみたいな、ね、そうですよね、ちょっと怪しい雰囲気がなんか描かれてること多いですよね。でもなんかそのしっかりと検事としてのなんかこう志を持ってるそのね、うん、顔つきだったりとかキリッとした感じとかね、非常にこれ作るの大変だった、うん、キャラクターですね。そうですね、はい、もう今ご紹介していただいた、うん、すごいいっぱい個性的なキャラクターいるんですけれど、うん、あのちなみに主人公のなるほど君は、うん、あのホームズ君と一緒に推理したりしていくんですよね、うん、そうなんですよね、はい、今回あの、まあ、逆転裁判シリーズって言ったら、うん、まあ、はい、探偵パートと法廷パートって大きく2つあって、はい、まあ、探偵パートってところでいろいろ調べ物とかしてたんですけど、うん、今回は、まあ、あのホームズさん降臨していただいてるので、うん、主人公と一緒にこうとある事件をいろんな角度からこう真相に突き進んでいくっていうのが今回共同推理っていう、まあ、ゲームシステムが新しいですね、はい、すごいですねこれ、まあ、はい、まあ、2人で推理するから共同推理っていうあれなんですけどね言ってしまった共同推理、わかりやすい、わかりやすいです、はい、うん、であのホームズがあのちょっとこう真実の向こう側にの発言をしてしまうっていうのがあったじゃないですか、はい、そこを龍之介が突っ込んで、はい、ちょっと補正してそれにさらにホームが乗っかってっていう形で、はい、どん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 本当の、まあ、真実に近づいていって、まあ、解き明かすと、うんうんうん、そういう風なのが今回の共同推理というところですね、はい、でですね、まあ、うん、あの今回 の, その共同推理なんですけれども、はい、体験版でですね遊べるダウンロードができてしまうんですね。あ、できちゃうんですね、もうね、なんていうんですか、作品のこの出る前に体験版、はい、はい、3DS があれば、まあ、Nintendo e ショップからダウンロードができるというところ、すごい、そこもね要チェックというところでございますね。楽しみです ね, ね、あんまりゲームとか慣れてない人でも、はいはい、簡単にできたりするんですか？全然できちゃいますね、まあ、あのどういう風な感じで操作したらいいかとか、はい、まあ、どういう風な流れかっていうのも今回の、まあ、体験版というところで結構分かりやすい感じにはなってますんで、うん、これはぜひですね、ぜひダウンロードした方がいいですね、はい、そうですね、はい、ホームズ君と、ね、謎を解き明かすことができるかと、うん、挑戦していただきたいですね。はい、皆さんもぜひ注目してください、はい、とそれではここでリスナーさんから届いているメールをご紹介しましょう。はい、はい、はい、いきますね。かすみ2013からいただきました、うん、ありがとうございます。番組スタートおめでとうございます。おはようございます。川田さんがゲストということでぜひぜひ聞きたいです、はい、今回の大逆転裁判のホームズ的な見どころといえば、うん、よろしくお願いします。大きな括りで投げられたから、そうですね、多分、はい、その収録してたり、うん、演じた上で、はいはい、なんか面白かったなっていうところとか、そうですね、あのさっきあのキャラクター紹介の時にお話しさせてもらったんですけど、はい、結構あの変わったキャラクターで、あの有名なシャーロック・ホームズなんですけど、今回ちょっと特殊なキャラクターということもあって、うん、あのその元気な時と、はい、ちょっとなんかこう内側にこもってしまう時があって、うん、で元気な時はまあすごくこうね共同推理なんかしてやってるんですけど、うん、ちょっとこうへこんでっちゃって、あっち、どっか遠くに行っちゃう、気持ちが遠くに行っちゃうシーンなんかもあったんですね、僕セリフ言ってる時に、うん、その辺のシーンもね非常にこう面白いキャラクターだなっていうところのポイントだと思うんで、はい、その辺のちょっといじけちゃったホームズ君も見てあげてほしいなと思います、はい、なるほど、なるほど、そうですね、うん、いじけちゃうんですね、なんかねちょっといじけるというかな、うん、というかね自分の中にこう入ってっちゃうんだよね、うん、なんか天才ってそうなのかな、なんか、うん、なるほど、復活も早いですけど、ね、ケロッと、そうですね、そうなんです、あの、まあ、すごいあの共同推理とかも今までイベントとかで体験会もしてたりしたんですけど、はいはい、実際触ってもらったお客さんからホームズ可愛いっていう、ね、おすごい言われますよ、可愛いなんですねやっぱり、ね、愛嬌があるというか、あ、うん、であの普通天才とか、はい、まあ、探偵さんとかに、はい、あのこの今の推理ってちょっとここ
こうじゃないですかって言われたら、うんうん、まあ普通ちょっといやいや君素人が何言ってんだみたいな感じになったりするかもしれないじゃないですか。はい、結構ね、ああそうそう僕もそう思ってたんだよって乗っかるとき乗っかるんですよね。そうですね。はい、えみたいな。そこら辺とかもね、そうですね、全然あの、うん、真実にたどり着くためであればそこら辺ってなあんまり気にしないっていうか、はい、僕がそれを言おうと思ってたことなんだよみたいな、うん、ファーって入ってくるんですよ、うん、じゃ結構マイペースな感じなんですね。マイペースだと思いますね、かなり。いやいいですよ。僕大好きです。ああよかったです。ありがとうございます。はい、はい、続いては、大月さんからいただきました、はい、ありがとうございます。質問です、うん、キャラクターの名前の由来が気になります、うん、言える範囲でいいので教えてください、うん、ああなるほどなるほど、そうですね、はい、まああの基本的にはあの匠ディレクターが、はい、あの名前を決めていってるんですけど、はい、あのすんごい悩む名前だったりサクッと、まあ、決まるキャラクターもいるんですけど、はい、あの主人公の今回のなるほど龍之介、うんね、龍一さんの、まあ、ご先祖さんになるわけなんですけど、はいはい、今までの逆転裁判シリーズの、はい、あの結構龍一の、まあ、ご先祖さんかみたいな、うん、結構スッと時間かからず、うん、龍之介かなって、はあはあはあ、降りてきたりとかですね、うん、あのバロック・バンジークス、はいはい、彼はねほぼ1年ぐらい名前決定しなかったです。逆に長めっちゃかかってましたね。ピンあのこうしはまんなかったんですね。ピンとこなかったんですね。そうです、まあ、そうじゃない、そうなんです。なんか違う、ちょっと違うみたいな。で一応仮の名前はついたままで、はい、あのゲームの制作どんどんあの進んでいったんですけど、はい、あのバロックバンジークス名前決まりましたっていう時には、うん、あの開発スタッフを、うん、あの会議室に集めて命名しましたと、はい、バロックバンジークスですって発表したほどの、はい、へえ、みんなもああバロ決まったみたいな。でも確かにその名前の響きとか感じ方っていうのがあってキャラクターにすごい命を吹き込む第一歩ですよね。そうですね、うん、確かに死神感をどう出すかっていう、ね、そうああでもないこうでもない、うん、でね、前聞いたような名前でもない、うん、で新しいみたいなとか、うん、なんで、まあ、あとは御言葉すさとヒロイの子は、うん、結構これも序盤の方で決まってたんですけど、ああそうなんですね、今日みんなあの言いづらいんじゃないかと格数多いし、そうですね、っていうのはあって、ね、本当にスサトですか、いいですか、スサトですか、あの声優さんに怒らないですかみたいなね。そうですね、まあ、その頃はねそこまで考えてなかったですけど、はい、でもなんとなくあのずっとそれが続いてたら、はい、あスサトだねこの子はみたいな、うーんで声優さんごめんなさいと。いう流れになってくるんですね。わざとかってぐらい言いづらいですよね。いやーそうですね。というわけで大逆転ラジオまだまだ続きます。この後もホームズくんと一緒だよ。大逆転ラジオ、あなたの大逆転。わー逆転でございます。はい、こんなはずじゃなかった、でも大逆転で大勝利、まさかの大逆転にびっくりなどなど、うん、リスナーさんが経験した大逆転エピソードをご紹介するコーナーです、うん、なるほど、どういうことなんでしょうね。この大逆転したエピソードね、はい、逆転じゃなくても大がつきますからね、はい、まあ、そんな中、片さんこれは大逆転だという経験はこれ難しいですよね、あんまりないんですよ ね、そうですね、ちょっとねお題いただいて考えたんですけど、はい、すごい恥ずかしいプライベートの話だと、はい、すごい若い頃に、はい、こうね、男女何人かでこうお友達付き合いしてて、うん、その中の一人の子にちょっとこう恋心を抱いて、うん、ちょっと好きですお付き合いしてくださいなんて言ったら、はいなんてなって、うん、よし付き合おうってなったんですけど、何日か後に、はい、ごめん間違えたっつって、私好きなの川田くんじゃなくてなんとかくんの方だったって後から言われたことありますね。
はあ、それは逆転できたんですか。大逆転されちゃった感じだね。されちゃったエピソードなるほど。とかね、なんすかね。そういうことでいいんですかね。こう、まあまあ、エピソードとしては、うん、はい、そうですね、それも大逆転ですからね。なるほど。いやでも本当リスナーさん の, あの聞かせていただきましょうよ。そうです ね, ね、なんか結構送ってもらってるみたいで、うんうん、はい、あのですね、リスナーさんからの大逆転エピソードを今回判定していただければなと、うん、はい、もうしますよ、思います、堂々としますよ、うん、はい、あのすごい大逆転劇だと思ったら、うん、なるほど龍之介くんの名台詞、うん、意義なしと判断してください、はい、そうでもないなと思ったら意義ありでお願いします。大逆転してないなと思えばいいですね。はい、意義なしっていうのね。はい、わかりました。龍之介くんの名言は意義ありなんだけどね。意義なしはスペシャルだね、ちょっと、うん、そうです。意義なしってすごいよね。こう、そうですよ、あの、ね、法廷で意義なしって言ったら、ね、面白いですよね。あ、じゃあどうぞどうぞになっちゃいますから、ね、それでいいよってことですもんね、うん、有罪ってなっちゃうんでね、うん、はい、これ逆に面白いな、意義なし、ね、じゃあはい、はい、リスナーさんからの大逆転エピソードを紹介していきましょう。はい、はい、サリユさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、久野さん、スタッフさん、いらっしゃればゲストさん、こんにちは。小野です。こんにちは。私の大逆転はもちろん逆転裁判との出会いです。もともとあまりゲームが得意でなかったのですが、ゲームセンターでうっかり見かけたこのゲームタイトルに惹かれ、何度も迷った末に購入。これが滝から落ちる水のようにはまってしまい、当時出ていた逆転裁判4までを一気に買い、仕事も早急に切り上げては捜査裁判を繰り返す日々になってしまいました。もう何週やったか分かりません。そのくらいハマってしまいました。これが私の大逆転です。こんなに面白いゲームに出会うなんて、どう考えても大勝利ですよね、というのを。ありがとうございます。ではでは、川田さん、判定をお願いします。はい、意義なし。これ意義あ、これ意義ね、ありって言われたら、ちょっとこちらもちょっとしょんぼりしちゃう、はい、あれでしょ、ね、そうですよね、すごいですね、ゲームにハマったということ ね、ぜひぜひね、大逆転の方でもね、ハマっていただきたいですね。いやー、うん、ね、あの絶対ハマると思うんでね、遊んでいただきたいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いていきますね。はい、みーこさんからいただきました。はい、ありがとうございます。子供の頃、いつも親戚のお兄ちゃんに遊んでもらっていました。うんうん、背が高くて、かっこよくて、憧れの王子様でした。うんうん、その後、私の家が引っ越して、全く会わなくなり、十数年。この前久しぶりに会ったのですが、うん、なんと、うん、私の方が背が高くなっていました、うん、お兄ちゃんは普通なんですが、私がちょっと高めな上にヒールを履いていたので、なんだか大逆転の気分でした、うん、ということです、うん、ではでは、先に早速ジャッジしてもらいます。判定をお願いします。意義なし。怖っ。ね、もうね、逆転しましたから、いいですよ。いいですけどね。いいですけど、ね、ね、ね、何この甘じょっぱい感じのネタ。なんかほっこりしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ今回はこの2個ということで、はい、両方とも意義なしといただきましたということで、はい。はいはい、ね、ホームズの意義なしって珍しいと思うんで ね、 そうですね、よかったですね。意義なしっていうのをでかい声で言うっていうのもすごいですね。そうですね。いいねえんだ。ないねえんです。どうぞどうぞですね。ね、どうぞどうぞですね。いやでもね、いい大逆転話を聞けたということで、はい、はい、以上、あなたの大逆転でした。でした。それではここで一曲お届けします。どんな曲を お届けするんでしょうか。どうしようかな。決まってないわけないでしょ。そんな。そうです。いや、こういう感じで聞かれたらちょっとどうしようかなと思っちゃって。急にじゃああれかけてって。どんな曲なんですか。あ、じゃあ行きます。はい。はい、今回はですね、まあ、せっかく、ね、川田さんに来ていただいているということで、はいはい、ホームズのテーマを聞いていただきたいと思います。はい、じゃあ、お願いします。はい。では聞いてください。ホームズのテーマ。
大逆転ラジオ。はい、ということでですね、実際にゲームの方を見ていただこうかと思うんですけれども、はい、ですね、まあホームズと龍之介が初めて会った場所でですね、うん、まあとある事件を二人で、まあ、協力してちょっと推理していくということになるところなんですが、はいはい、ホームズはですね、はい、だいたいこう事件っていうのをパッとその現場を見たり人を見たらだいたいこうだいたい分かっちゃうんです、すぐに、はあはあ、簡単な今回もあの事件だよと、うん、でいて解説を一通りするんですよね、はい、で今回今一通り解説をしたんですが、はい、ちょっとなんかね、先ほども言ってましたけど、はい、なんか心理の向こう側の発言をちらほらしてしまってて、はい、今見てもらってるところは、はい、佐藤さんがちょっとね困った顔してて、はいはいはい、でなるほども今のがいわゆる名スリですかってちょっと聞いてるところなんですよね、うんうん、そして佐藤さんも小説読んだことあるのと今日の名スリちょっぴりちょっぴりですね、うん、いつもと違う匂いが漂っておりましたと、はい、いうところがありまして、うん、ここでホームズさん呼びますと、はい、ホームズか、そう、起きた、お、いやどうしたのかなこれ読むんですかね、そうですね、僕ね、はい、そうですね、素直に来てくれて、うん、読んだら来てくれたと、はい、で今の推理ですけど、まあ、いいですかと、うん、うん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 、なんだろう、このね新聞を、はい、証拠に、まあ、これが怪しいとホームズ言ったんですけれども、はい、はい、これが写真の新聞の写真と本人が全然違うんです違うまあ僕の方もさっきも言ったような気がするが、相手は革命家だ、自分の顔も革命できるんじゃないのかな勝手なこと、ドヤ顔で言ってますね、はい、まあ佐藤さんも、はい、少なくともなるほど様よりは近い気がします、すごいホームズ甘やかしてますよね、優しいフォロー優しいそういう問題じゃありません、突っ込んでますね、はい、でもう一つ誘拐に下りをちょっと喋ってたんですよね、はい、はい、ああまさに驚くべきことだね、あの一見とても小さく見えるトランクにあろうことか少女が詰まっているとはめっちゃちっちゃいトランクにことを言うてるんですよ、はい、入らんでしょうね、そうですね、でまあトランクぎゅうぎゅうに詰めても5歳の女の子が入るのが精一杯と、うんうん、はい、すごい、なるほどくんが突っ込んでるんですね、めっちゃ突っ込んでますね、うん、はい、そうで、その失踪したおとりこ様は5歳の女の子なのですかと、うん、そんなこともご存じないのですか、15歳に決まっていますポーズだ、ホームズのかっこいいんだかなんだかもうこの人大丈夫かなこのポーズホームズ的には君ポーズ、ああそうなんですね、はい、ねえ、なるほど、もだんだん疲れてきてるんですけど、うん、そうね、佐藤さんがね冷静に10歳分、はい、ね、実は昔どこかで聞いたことがあるのだが、連中は体を柔らかくするために毎日酢を飲んでいるらしいよ、酢です、酢です、そんな酸っぱい連中ならこの中に詰まるぐらい造作もないだろうさ、勝手なことばっかり喋ってますね大丈夫ですかね、面白いですね、そうで、まあ、サーカスのアクロバットシーンの話ではみたいな言って、まあ龍之介もなんかね、そうこういう感じで龍之介の苦労が伺われますね、はい、ということで、うん、まあ、スタートがこういうふうなホームズ様の推理はおそらくその、ね、観察力はズバリ合ってると本質をそのポイントは間違ってないんですね、はい、ただ、うん、着眼点と論理がほんの少しずれてるだけというところを今からちょっとこちらもほんの少し、はい、訂正していくと、はい、なるほど、うん、そっか、着眼点、そのヒント見たところから、はい、今度推理の展開を今度、そうなんですよ、なるほどが、うん、突っ込みながら調整していくと、そうなんですね、すさとちゃんが冷静にみんなをまとめる感じですね、そうですフォロー力がすごい、すごい、うんうん、いや、すさとちゃんのとこ読んじゃってちょっとモノマネしてやってみればホームズ様の真の名推理が完成するはずでございます
かわいいね、のセリフいいね、まさにね、僕も今そう思っていたところさ乗っかってきました、ね、乗っかいや面倒かけるね、あ笑いす笑ってる、すごい大爆笑だった今のけぞるほど笑う、腰骨がやばいぐらい、あれですね、キャラクターの動きがすごい滑らかなんです ね、 すね、うん、そうなんですよ、今回あのキャラクターあのモデル 3D モデルでグリグリ作ってるんで、はいはい、モーションだったりとか、はい、表情目線とかも非常にこだわって作ってるんです、ね、はい、動きのバリエーションとか数そうです、ね、すごい多いです ね、 多いですね、ちょっと見ただけでも、はい、開発がヒーヒー言ってましたけどその分いいものができたんでね、はい、シャーロック・ホームズの論理と推理の実験劇場をという感じでですね、まあ、今後、うん、他にもね怪しいところというか、うんうんうん、そーっと置き換えるところが続いて実際この人の、まあ、うんうんうん、正体っていうのが分かっていく、謎を解いていくわけですね、はい、協力しながら、そうなんですね、すごい、いやー今回ねめっちゃセリフも読んでいただいたし、あ、いえいえ、ね、特別バージョンのさとちゃんも、そうだ、すいません、ね、しちゃいました、いやいや、よかったですね、さあということで、はい、まあ、今回共同推理見ていただいたんですけども、はい、どうでした、すごいですね、はい、あのほんの本当にね、あの推理が進んでいく過程が、はい、うん、ホームズの着眼点からこうずれた推理があって、うん、またそこをなるほどがこう突っ込みながら、でさらにその後にまたホームズのこうちょっとした言葉なんかがヒントになっていったりとか、うん、はい、こう絡み合って推理が進んでいくところがすごいこうドキドキ盛り上がりますね、これね、あ、そうなんです、すごいですね、これ楽しみですよ、ありがとうございます、ありがとうございますそう言っていただけると嬉しいですね、そうなんですよ、ぜひぜひこれはあの体験版の方をまず、はい、そうですね、ちょっと試してやってみたいなっていうところで僕も思いました、はいはい、ありがとうございます、はい、その体験版なんですけれども、はい、6月3日から、京都水流を遊ぶことができちゃいます、うん、任天堂 e ショップからダウンロードできるので皆様ぜひよろしくお願いします、はい、お楽しみに、大逆転裁判、なるほど龍之介の冒険、最新情報、このコーナーでは毎回番組がキャッチした大逆転裁判の最新情報をお届けします、はいはい、まずは最初の情報は、はい、今話題のクイズ企画が開催中、その名も大逆転裁判からの挑戦状100のクイズ、はい、ということです、そうですね、はい、今あの公式サイトの方で展開しているんですけれども、はい、毎週ですね10問ずつ、クイズの方出させていただいてます、はい、まあ、それを、まあ、見事10問正解するとですね、はい、まあ、毎週ごとに変わるんですけれども、まあ、スペシャルな賞品がもらえるというふうな、まあ、キャンペーンをしております、そしてですね、はい、まあ、それだけじゃなく、はい、ダブルチャンスというか、キャンペーンがやっておりまして、はい、あのツイッターキャンペーンでですね、はい、あの逆転裁判シリーズ公式ツイッターをフォローしてハッシュタグ大逆転裁判100クイズとつけてツイートするだけで、はい、抽選でお一人の方になんと、うん、サイパン旅行が当たるという、サイパン旅行が当たる、はい、サイパン旅行、サイパンです、ロンドンじゃないです、ロンドンじゃないんですね、そうです、なんでサイパンなんですか、気になりますか、はい、大逆転裁判、大逆転裁判、大逆転サイパン、サイパーン、サイパーン、やったー、ダジャレかダジャレか、これね毎回恥ずかしいんですただね、はい、まあ、あの一緒にやってること、はい、盛り上がっちゃったからね、はい、これいけるでって、でもすごいですよねこれ、こんな旅行当たっちゃうんですね、そうなんです、大盤振る舞いじゃないですか、そうです、まあ、あのツイートするだけでチャンスがあるんで、ね、どんどんつぶやいていただければと、はい、そして、その他の情報はですね、はい、ありますか、はい、もうすぐ体験版が配信予定です、はいはい、そして最新情報が公式サイトで続々と公開中です、はい、最後に入会無料の逆転シリーズ公式ファンサイト逆転通信をご存知でしょうか、うん、逆転キャラクターの遭遇したミステリークイズや4コマ漫画、特別なイベントご招待やプレゼントキャンペーンなど盛りだくさんです、うん、ファン垂涎のコンテンツ満載なので、うん、気になった方はぜひ逆転通信に入会してください、はい、以上大逆転裁判なるほど龍之介の冒険最新情報でした、
逆転裁判大逆転ラジオ。はい、ということであっという間にもうお別れの時間でございます。はい、はい、さん、この番組いかがでしたでしょうか。いや、楽しかったです。本当に内容盛りだくさんで、はい、もう特殊な空間でね独特の雰囲気に包まれたまま、はい、まあもう本当ゲームのね中の世界観も楽しませてもらって非常に楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、もうね、ホームズの声もいただきまして。そうですよね、恥ずかしい。やっぱり操作しながらねありがてえ、はい、目の前でいただき、ね、いただき、ね、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではおしまいにですね、メッセージの募集でございます。大逆転裁判なるほど龍之介の冒険にまつわる感想や質問、ゲストさんへのメッセージや質問、そしてあなたの大逆転への逆転エピソードなど気軽に送ってください、うん、ちなみに次回のゲストは御言葉すさと役の花澤香菜さんです。お、はい、僕たちの普通のお便り普通お便りも待っております。はい、メッセージはこの番組のページにあるメールフォームとツイッターで受け付けています。ツイッターの場合は必ずハッシュタグシャープ大逆転ラジオ、この大逆転は漢字でですね、うんうん、ラジオの字はカタカナのチに点々です、うんうんうん、をつけてください。はい、そうですね、はい、よく言えました。はい、ではでは本当にお別れでございます。はい、川田さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、番組のお相手はプロデューサーの小島慎太郎とアイリス・ワトソン役の久野美咲、そしてゲストのシャーロック・ホームズ役川田真嗣でした。はい、というわけで大逆転裁判大逆転ラジオはこれにて閉廷。バイバーイ。この番組はカプコンの提供でお送りしました。